最近俺、フォイから LINE して、LINE が来たんだよ。お前んちで、料理したいから、台所貸してくれや、みたいな LINE 来たんだけどさ。ク <laughs> ソ怖くない <laughs> 俺怖くて今、LINE 返す手が今一瞬止まってんだよね。あのー、フォイって人さ、レペゼン地球じゃん。俺、レペゼンの動画さ、俺結構実は見たことがあって、結構虫とか食ってんだよね、ゴキブリとか。で、俺の家でゴキブリ放たれたら、 俺いくら吠イでも嫌いになっちゃうなと思って、ちょっとそこの、なんかギリギリのライン。あいつはどこまで俺に優しいんだろうみたいな。で、あの、一応ラインでは言ってある。虫だけはやめて。でもそうすると虫以外のさ、その、もっと上等なやつを持ってくる可能性があるわけじゃん。俺の疑惑は深まるばかり。生き物はやめてにした方がいいかな。でもそうするとさ、なんか無機物のすごいもの持ってくるかもしんないし。あ いやだよ、よ哺乳類とか調理しだしたら、<laughs> うんことか <laughs>。確かに、そっか、レペゼンでおしっこ飲むわ。あーあ、でもそれって料理じゃなくない料理への冒涜ではないですか排泄物を調理しようとだと、ゴン道断フォイの写真集、ああ、写真集とか出してんだ。すごいね。やっぱフォイって、やっぱ、ちょっと錯覚するけどさ、すごい人なんだな。なんか二つの顔を持ってるからさ、 加藤淳一周りのフォイっていう顔と、レペゼンドフォイの二つを持ってるからさ、なんか時々、なんかちょっと戸惑う。うん。ちゃんと使い分けてんだよな、しかも。二つの顔を。しかも、いい具合に、自分の軸をずらすことなく、その、俺なんてさ、下手くそだからさ、YouTube の時のゆゆうたと、配信の時のゆゆうたって、もう全く別物になっちゃうよね。 で、あのー、YouTube 見てる人からは、配信のユーうンって知らんし、配信のユーうンを見てる人からしたら、YouTube のユーたン知らんし、みたいな、そういう状態になっちゃってんだけど、フォイってうまくそこら辺取り込んでんだよな。ちゃんと、自分自身が、ちゃんとあってさ、そこに順応していけるというか、それがあるのがちょっと羨ましいんだよな、普通に。義務チューブ。あの、指名チューブって言ってもらっていいですか今度から、俺への義務は指名って言ってください。あのー、待ってる人がいるんです。オールマイトみたいな気持ちでさ、 俺の配信を待ってる人がいるんだ。使命って言ってほしい。